こんにちは、モニタリングドラムスクール姫路校の早川まなえです。今回は4つのストローク当てクイズということで、基本の4つのストローク、フルストローク、ダウンストローク、タップストローク、アップストロークの4つのストロークの叩き方がこれから出てくる音符にどう当てはまるかっていうのを皆さんにも考えていただきながら、全部で10問あるんですけど解説も後でしていきたいなと思います。でこの4つのストロークがどこの音符にどう当てはまるかっていう理解度が高まると、予備動作がスムーズに行えてスピードアップにつなげれたりとか、あと音の強弱とか、あと表現力も上げれると思うので、是非10問一緒に考えてみてください。で4つの基本ストロークについては別で解説動画をアップしているので、よかったらそちらをご覧ください。はい、でまず例を叩いていきたいんですけど、例えば16分音符の1個目にアクセントがついたもので、手順は右左右左の手順になってます。でこの場合はダウンタップタップタップになってます。で16分音符の2個目にアクセントがついているもの、この場合はタップダウンタップタップで3つ目16分音符の3つ目にアクセントがついているもの、これがアップタップダウンタップとなってます。でこの場合一番最初の音がアクセントがついてないので、一番最初の1個目がタップになりがちなんですけど、これは3つ目のアクセントにかけて腕を上げるので1個目がアップになるので、こういうところがちょっと要注意になってます。はい、で4つ目16分音符の一番最後にアクセントが来てるもの、タップアップタップダウンとなってます。でさっきは1234それぞれこう区切って叩いたんですけど、それを1234つなげると1拍目の16分音符の一番最後がタップになりがちなんですけど、次2拍目にまたいだ時左手次叩く音がアクセントになるので、ここがこうタップになりがちなんですけどアップの動きになってます。でそれぞれの小節に繰り返し記号がついてるので、4拍目の一番最後からまた1拍目に戻る時に手順がどうなるかっていうのも注意になってます。でこれから問題の画像を出していくので、途中で動画を停止しながら考えていただきたいんですけど、ちょっと分かりにくい方は私がこの叩いてる動画を一緒に流すので、その手元を見ながら考えてみてください。はい、ではまず第1問目からいきます。第1問目が8ビートの1拍目2拍目3拍目4拍目にアクセントが入ってるものです。でこの1問目は右手の動きがどうなるかをお答えください。はい、では答え合わせをしていきたいと思います。まず1問目の8ビート、これがダウンアップ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 となります。でこれはアップダウン奏法っていう奏法になってて、ダウンアップの動きができるようになると結構速い8ビートとかが叩けるようになると思います。次2問目です。2問目は16分のアクセントがこうだんだん増えてくるような感じです。2問目がダウンタップアップアップダウンダウンアップアップフルダウンフルアップフルフルフルダウンです。はい、で次3問目が3連符のアクセント移動になってます。ダウンタップアップタップダウンタップアップタップダウンタップアップタップです。で次4問目3高のアクセント移動になってます。がダウンタップタップアップダウンアップタップアップダウンダウンアップタップになってます。でこの2拍目の、一番最後左手で叩くアップが結構このタップになりがちなんですけど、この次の3拍目の一番最後にまたアクセントが入ってるので、ここはアップの動きになってます。はい、次5問目、基本音符がいろいろ混じったもので、アクセントは音符の頭についています。で、次5問目がダウンアップタップ、ダウンアップタップ、フルタップタップ、ダウンアップタップになってます。で、4拍目の左手で叩くアップのところが、これも次休符があるので、なんかタップと間違えがちなんですけど、これも次また小節繰り返されて1拍目に戻った時に左手がアクセントついているので、4拍目の左手で叩くところはアップになってます。はい、次6問目です。6問目がダウンアップアップ、ダウンダウンアップアップダウンになってます。で、ここは特に3拍目の左手で叩くアップのところが、次がちょっと休符が入ってるので、なんか騙されそうになるんですけど、この左手叩いた後、またその次の左手がアクセント入ってるので、ここはアップの動きになります。はい、で次7問目、ゴーストノートがあるシェイプビートです。この7問目は左手の動きがどういう動きになるかをお考えください。で、7問目がダウンタップアップダウンの動きになってます。で、この問題はアクセントがついてないので、この例えば左手の一番最初のところがダウンになるのかタップになるのかちょっと曖昧だったりするかもしれないんですけど、一応次のゴーストノートのところがタップストロークなので、その前はアクセントはついてないんですけどダウンストロークの動きになってます。なのでダウンタップで、その次またここがタップになりがちなんですけど、これも次の音がダウンストロークになるので、3つ目の音はアップストロークになってます。次8問目です。8問目がパラディドルの一番最初にアクセントがついてるものです。8問目がダウンアップタップタップ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 のダウンアップタップタップの繰り返しになってます。で、パラディドルの、例えば1拍目の左手で叩くアップのところが、ゆっくりのテンポだと結構ここがタップになりがちなんですけど、特にこのだん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 スピードを上げていくと、この部分がアップの動きができるようになると、だんだん速度が上げやすくなると思うので、ここは結構ポイントです。はい、で次9問目が6連符の6ストロークロールです。これはダウンアップアップダウンの動きになってます。これも先ほどのパラディドルと同じで、このダブルストロークをしながらだん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 このアップをできるようになると、これも速度が上げやすくなるんじゃないかと思います。次10問目です。10問目はタカタカの一番最初にアクセントがついてて、その前にフラムもついてるものになってます。次10問目です。10問目が装飾音符のフラムのところがタップで、アクセントついてるところからダウンタップアップタップで、また装飾音符がタップダウンタップアップタップになってます。で、このフラムなんですけど、ほぼ両手同時に一緒に叩くので、この左手の装飾音符のところもダウンとなってしまいがちなんですけど、一応これはタップストロークで、右手はダウンで、ほぼ同時にこんな感じで叩くようになってます。以上となります。皆さん何問正解できたでしょうか？またコメント欄等で教えてください。はい、それではまた次回の動画もお楽しみにしててください。ありがとうございました。